2011年通村銃撃事件は、アメリカ合衆国アリゾナ州通村のショッピングモールで2011年1月8日に発生した事件である。事件は、2011年1月8日午前10時10分、カザス・アドベズのスーパーマーケットの駐車場で、開かれていたガブリエル・ギフォーズ連邦会議員の政治集会で起きた。ギフォーズ議員を、 はじめ19名が銃撃を受け、9歳の少女や、連邦地方裁判所判事ジ,ジョン・ロール、ギフォーズ議員のスタッフら6人が死亡した。ニュース報道は、ギフォーズ議員が銃撃の的となったとした。彼女は、至近距離から頭を打ち抜かれ、当初、その容態は重体であるとされた。通ンの22歳の男性がその場で逮捕され、連邦検事は、 会員議員暗殺未遂を含む5つの罪状で彼を起訴した。ギフォーズ議員暗殺計画を示唆する容疑者によると、見られる手書きメモの裁判所へ証拠申請されているが、容疑者が黙秘権を行使し、捜査に協力していないため、銃撃の動機は明らかになっていない。2012年11月8日、仮釈放を認めない7度の終身刑に加えて140年の 懲役刑が下された。ガブリエル・ギフォーズ議員報道によれば、犯人の標的は、ガブリエル・ギフォーズ会員議員であった。頭部に銃撃を受けた議員は直ちに病院に搬送され、緊急手術を受けた。容態は一時は、予断を許さない状態にあったが、1月12日には、意識を回復した。事件から2週間足らずの同月21日には、退院した。 8月1日には、当時焦点となっていた、国家債務上限引上げ法案に賛成票を投じる、ため、事件以来初めて登院した。2012年1月25日、リハビリに専念するため、会員議員を辞職した。事件のあった、ショッピングモール。銃撃は、政府への正面入り口付近で起きた、あなたの街角で議会と書かれた。 政治集会の案内版合衆国大統領とアリゾナ州知事はそれぞれ激しい言葉で犯行を非難する声明を発表した。同月25日に行われた一般教書演説では両院議員に加えて多くの招待者が詰め込まれる議場において入院中のギフォーズ議員の席として空席が一つ設けられた。また犠牲者の遺族が演説に招待された。 議員らは犠牲者を痛み負傷者のリハビリを応援するため黒と白のリボンを着用した。逆にサラペイリン元副大統領候補は不穏当な発言をし物議を醸した。一方で葬儀ピケや差別扇動で知られるウエストボロバプティスト協会が犠牲者の9歳の少女に対する葬儀ピケを発表したためアリゾナ州議会が葬儀の行われる。 場所周辺での一切の抗議活動を禁止する緊急立法を行い、事件から3日後の11日に成立させている。この少女は、アメリカ同時多発テロ事件が発生した2001年9月11日が、誕生日で、象徴的な日に生まれた少女が無差別殺人の犠牲となった悲劇として、米メディアで大きく取り上げられた。ありがとうございます。